バンガー、バンゴア、英語、BR、または、バンゴルは、イギリス・ウェールズ北西部の単一自治体グーイネッツに、ある、大聖堂シティ、コミュニティである。イギリスでは、最小のシティの一つであるとともに、ウェールズ最古のシティでもある。歴史的には、カーナボンシャーに属し、バンガー大学を中心とした、大学長として発展している。 メナイ海峡近くの北ウェールズの海岸に位置し、シティ東部にはバンゴー山がある。また、シティ内にはアデア川とケイギン川の川があり、ケイギン川はシティ東端のペンリン港に達する。バンガーの歴史は6世紀初頭の聖デニオールによる修道院の建立に始まる。1557年にフライヤーズスクールが文法学校として開校し、 1884年には、ユニバーシティ・カレッジ・オブ・ノース・ウェールズが創設された。第二次世界大戦の際には、ロンドン大学の学生や BBC の一部の疎開先になった。ウェールズにある6つのシティの一つである。シティ内は、デーニョル、デウィ、ガース、グライダー、ヘンダー、キロー、マーチョグ、メナイの6地区に分かれる。 2001年の国勢調査における人口は13,725人であった。ただし、人口にはバンガー大学の学生約1万人は含まれていない。2001年の国勢調査によると、学生でない住人の46.6%がウェールズ語を話すが、グーイネズの中でその割合は少ない方である。英国最古とされる大聖堂で525年に、 聖デニオールが創建した修道院に始まる。1073年にノルマン人により破壊されるが12世紀に再建される。その後もジョン・オーやエドワード一世の攻撃を受ける中、増改築が繰り返された。内部は白壁の木造建築で15世紀に作られた木彫りのキリスト像などがある。1896年に教養開始。 アングルシート島やマンシマとのフェリーの発着基地であったが、バスの普及などを背景に、1971年に閉鎖。1984年に歴史建造物に指定され、1988年に観光施設として再開された。ビクトリア町の雰囲気を今に止め、全長は458メートルに達する桟橋である。バンガー大学ヒレル小学校など、 7校が所在する。グーイネズ病院が位置する。病床数は453.8床で、ベッチカドアラダーユニバーシティヘルスボードの本部が置かれている。バンガー駅、ベナイズリ橋道路は、ナショナルサイクルネットワークの5号線、8号線、85号線が走る。公共鉄道交通として、ノースウェールズコースト線のバンガー駅が位置する。最寄りの国際線空港は、 リバプールジョン・レノン空港で約83マイルの道路距離である。また、アングルシー島と本土をつなぐ目ない釣り橋が19世紀建築の傑作として世界的に知られる。ウェルシュプレミアリーグに所属するバンガーシティ FC が本拠を置く。バンガーシティは同リーグで3度の優勝を経験している。ありがとうございます。